テングワールとは JRR ルキ金の創作した架空文字。テングワールという言葉は空縁やで文字を意味する名詞の複数形である。フェアノールがルーミルのサラティを改良して作ったためフェアノール文字とも呼ばれる。この文字が中津国で使用されている。初期はシーン文字の上に母音の符号を記していたが、後に母音も文字として表記されるようにもなった。 また文字にはその音で始まる単語の名が付けられていたが、後に単純な名で呼ばれるようになったとされる。死音は基本文字と追加文字とがある。各文字には名前と番号が振られている。基本文字、追加文字の表基本文字の死音は軸線と休憩線とから構成されており、超音点 t、p、k、キロワットを表す系列と超音形式を表す。 海底とがあった。表においては、上の6段が基本文字で、重列が、系列、応列が、海底になっている。系列空演矢の死音は、音韻的に T 系列、P 系列、K 系列、キロワット系列に分類することができた。同じ系列に属する音は、軸線に対して、休憩線が同じ側につくという体系に定められた。 海底指輪の名にあるような上下に軸線が伸びた、ものは通常上に伸びたものすなわち、海底3と4のものとして読む。古くは th,ph,kh のような規則音として読むことがあった。追加文字は多くがもともと基本文字の変形であった。以上の規則を表に表すと、次のようになる。これが基本の読み方である。もともと文字の上に手蓋という、 小さな記号を置くことで母音を表した。手蓋を使う場合は、空演やラテン語のように母音で終わることが多い。言語では、母音を直前の子音の上に置く、空演や式の読み方をし、子音で終わることが多いシンダール語。英語のような言語では、母音の次の死ン児の上に、手蓋を置く、シンダール式の読み方をする。すなわち、バットと書くのに、空演や式では、 A の手札を B の字の上に乗せ、シンガール式では T の上に乗せた。乗せるべき死ンが存在しない場合は短い軸線を書いて乗せる。超音は長い軸線の上に手札を書くか、または手札を二重に書いて表現する。後に母音も死音と同格の文字で表す、感書体も成立した。 上に示した音歌はあくまで理論に沿った基本のものであり、中津国に存在した多様な言語の中には、この基本の読み方では不適当なものが存在した。その場合、この基本型に基づいて、各言語の和者が自分の言語に適した音の当て方に変えられる自由がある程度許されたのである。当時の中津国の共通語だった西方語には新音化した南航外音がなく、 代わりに、拳形音が多く使われた。そのため、正方法を書くためには、系列3が拳形音の CH 系列に当てられ、系列4が普通の南光外音の K 系列に用いられた。モルドールの黒の言葉をテングワールで書くことは、ほとんどなかったが、書くとすれば、この方式を使ったのである。それは一つの指輪の名文に例が示されている。系列愛。 系列、通および、追加文字は、基本と同じ。テングワールがもともと、空演屋を書くための文字として作られたとはいえ、空演屋であっても、基本の読み方でない独特の読み方を作った方が、書きやすくなる、言葉の例外ではなかった。むしろ語中のシーンの並びが制限された、この言語では、よく使われる二重シーンを一時で表す方が都合が、良かったのである。 各文字は、その文字が表す音歌を実際に含む空演屋の単語を名前として持ち、空演屋使用者以外にも文字の名前として一般的に通用した。以下に空演屋における音歌と各文字の名前を示す。文字名や音歌で、で区切られているものは、前者が古いもの、後者が新しいものである。のついた二つの文字は、空演屋を書くときには使われなかった。 シンダール語を書き表すとき、しばしば改定録を単微音に当て、改定語を二重微音に当てた。トールキンは英語を正方語と同じ方式で書いたが、特定の英単語を表記するための略記法もある。これは、指輪物語中表紙の下部に見られるものでオブ、ザ、オブザがある。これは、上下にテルコを伸ばしたもので表され、それぞれ、うい、優勢の、 そしておぶの下に波線を置いたものである。母音も独立した文字で表す、感書体の最も有名なものは、モリアのサイモンの名にも使われたベレリアンドモードと呼ばれるものである。ベレリアンドのエルフが、シンダール語を書くために用いたのでこの名がある。ありがとうございます。